朝霧高原で大空を舞う超人となって絶景スポットでダイブ。さあ後半戦も行ってみよう。さて次に訪れたのは伊豆の玄関口沼津港。ここからは伊万里も合流です。港の周辺は新鮮な魚介類を楽しめる飲食店が並び、名産の干物などお土産も豊富。豪華海鮮三昧と行きたいところですが、さて沼津港深海水族館にやってきました。駿河湾を知るならやっぱりここです。はい、で入る前にお絵かきクイズ。じゃじゃん。学名をラティメリアカルムナエという生物が展示されていますが、一体どんな生物でしょう。名前を書いて絵にしてみてください。突然のお絵かきクイズ、一体どんな絵を描いたんでしょうか。せーの、バーン。おお、二人とも全然違うけど、これなんだ。本当だね。なんか羽入ってない。カルムナエっていうのは、まあ、カエルさんと、ハエさんとクモさんを合わせていただきました。すごい大胆な深海魚だ ね。でもクモが、クモみたいな深海。答えは中に入ってからということで。はい、沼津港深海水族館は日本で初めて深海をテーマにした水族館。駿河湾や世界中の深海生物を展示しているんですよ。深海魚って水深何メートルより深いところにいる魚か知ってる？知ってる？50メートルとか。おお、99だな。99、細かい。正解は200メートルなんだって。200？、そうなの？なんで今ちゃん知ってるの？二人が富士山の麓で遊んでる間に調べてたの。ああ、だからいなかったのか。なんだ。水族館には生きた化石と呼ばれる深海魚が展示されています。それは、さてここで先ほど2人に描いてもらった絵をもう一度出してもらいましょう。じゃーん。2人に出したクイズの答えがこちらです。シーラカンス。おお、いやー、あー、なんか何の面影もないよね。全然だったね。ミムチンはちょっと、まあ色が、まあ、2人ともちょっとファンタジー寄りになったね。可愛、らしい感じに、まあ、そうだね、全然ね。違ったね。3億5000万年前と変わらぬ姿、もしかしたら駿河湾の深い海を泳いでいるかもしれませんよ。寿命は100歳くらいなんだって。100歳？すごくない？すごいよね。ね、でちょっとトリビアなんだけど、特技は逆立ち。へえ、逆立ち？うん、逆立ち。食生活は近寄ってきたものをパクッと加えるらしいんだけど、時々逆立ちをして海の底にうごめく生き物を食べるんだって。え、それさ、逆立ちしたらさ、食べたもの全部逆流しないのかな、ね、こうやって。確かに、ね、こうなってるからさ。次は実際に深海生物オオグソクムシに触れてみましょう。水族館のちょうど目の前に広がっている駿河湾でも採集することができる、日本で最大のダンゴムシの仲間なんですね。殻のこの部分撫でてあげたりとか。硬いです。足の数こんな感じです。はい、7本7本で計14本の足があります。これも面白い生態の一つなんですけど、生まれたばかりの時は6本、お互い6本しかなくて、脱皮を繰り返すうちに足が1本増えて14本になるっていう面白い特徴があります。駿河湾の神秘なる世界、深海の謎に触れたロザリオクロスでした。沼津港を後にして伊豆半島を南へドライブ。この周辺は富士山の絶景ポイントが数多く点在します。
こちらは日本の原風景ともいえるわさびだ。わさびはこの辺りの特産品で、お蕎麦はもちろん、お醤油をかけておかかご飯と一緒に食べても美味しいですよ。ということで、へだ港に到着です。イエーイ。なんかちょっとお腹空かない？お腹空いたね。何食べる？お刺身とか。あ、いいね。あと焼き魚とか。あ、ね、そういうのもいいけど、やっぱりここは駿河湾ならではのものがいいよね。お、なんだろう。これこれ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい大きい生けすですね。水族館見た。これ確か水族館にもいたよね。いた。駿河湾名物タカアシガニ、大きいものでは足を広げると3メートル以上。旬の時期は秋から冬にかけてですよ。5キロぐらいあるかな、これがね。大きい。大きいね。大丈夫かな。大きいね。ちょっとここどこね。そう。いいですか。ごめんね。はい。おお。じゃーん。重い。めっちゃ重い。さあ、茹でたてをいただきましょう。お待ちどうさまです。わーすごい。はい、どうぞ。わー。はい、高橋です。大きい。これ丸ごと持ってきてくださるんですね。はい、そうです。ねえ、びっくりした。ちょっと早く食べたいんですけど、うん、はい、ちょっと食べ方がわからないので、はい、じゃあ、手本いいですか？お願いします。すごく簡単です、はい、ここに切れ目入ってますから、はい、ここをね、ポッとポッとで、このまま折ると、このままこう、おお、すごい。こんなに綺麗に出てくるの初めて見た。すごいね。タカアシガニっていうのはね、これが特徴なんですよ。わあ、はい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 、うん、お、来た。お、うわあ、最高。お、お、いきますよ。うわあ、いい音。はいはいはい。わあ、すごいね。じゃあいただきますか。いただいちゃいますか。というわけで、はい、いただきまーす。いただきまーす。うん。うん。プリプリ。あ、うまい。でも最初このプリプリ感にすごいびっくりするんですけど、うん、口に入れた瞬間ふわってとろけてね、うん、最高です。本当に美味しい、ね、ね、これ今何もつけてないけど、うん、このカニの本来の甘みがすっごいいいよ、うん、美味しいタイミングとかってあるんですか？カニは脱皮するんですよね、うん、で脱皮する前に、はい、栄養を蓄えるんですよ、うん、で脱皮する前が一番美味しいです。前が美味しいですね。脱皮してしまうと、はい、もうすごく疲れちゃって、そういう時にはカニウってのはあんまりおすすめできない。見て触れて食べて、駿河湾を存分に堪能したロザリオクロスでした。いかがでしたか？4回にわたって私たちロザリオクロスが静岡の魅力をお届けしてきました。富士山から駿河湾までものすごい高低差の体験だったよね、うん、ね、全部いい経験だった、うん、なんか本当に当たり前のように富士山見てるけど、意外と知らないこと多くない？そうだね、ね、富士山って静岡のいろんな場所で見えるじゃん、うんうん、でもその場所によってこう違う顔を見せてくれるのも富士山の見どころだなって思うし、うん、富士山の恵みはすごいなって思った。そうだね。それに静岡のグルメや文化、アミューズメントまで、どれも富士山に負けないくらい魅力的でパワフルだったよね、うん、そうだね。私たちもさ、実際静岡に住んでるけど、静岡の人ってまだまだ全然知らないことたくさんあると思わない？そうだね、うん、じゃあそれを私たちでこれからも一緒に探しに行こう。おー、行こう。